じゃあちょっと見ていきますか。翔か将軍でお願いします。リンさん、翔様強かったね。ゴマの杖、ゴマは翔様と相性いいんだよね。あ、締め剣、攻撃力、うん、いいね。攻撃力意識してベネットとかいなくても火力出るようになってる。素晴らしい。スコア 42.7、 羽 45.0、 時計が 34.2、 コップが風バフ、うんうんうん、38.7 だね。冠が 32.5。 いや、いいですね。まあ翔様は元素爆発でダメバフ入るし、まあ、締め剣で攻撃力寄せてるだけでも強いです。で、会心は、まあ、空高いわ。80、率ほぼ80、ダメ231、会心高い。攻撃力は締め剣とゴマの杖で、まあ、2000、なんぼだろうな。700とか800とかいくと思うし、ダメバフは西洋ナブとコップで稼いで、バランス取れてますね。いいです。まあ、ちょっと現茶は、もうちょいやってもいいかもな。翔様70族で、100% だとちょっときついかもね。まあ、でもそれは編成でカバーできますね。あ、で貫突してる。あ、翔様一応2突で控えている時の現地上がるもんな。でトリプルクラウン、素晴らしい。で将軍武器、草薙絶縁4、星座は2突。あ、もう草薙と2突してる翔様、もうライデンもうめっちゃ強いよ。もうスコア 42.6、 羽が 38.9、 時計が現地時計で 29.5。 いや、コップが攻撃コップの、いいですね。これ会心だけで 45.1 稼げてます。素晴らしい。冠が 31.9 ね。率ダメは62の150。まあ私はライデンちょっと率高い方が好みやけどな、まあ、60120が目安で、まあ、会心ダメプラス30で漏れてていいですね。180、うん、いいですね。なライデンモチーフ武器引いて2突するぐらい好きだと思うから、まあ、絶縁はね、もっともっと粘ってもいいと思うわ。で、ホーリーさん、プロフィールの6人の中からネルメロさんの好きなキャラで、アンビアとテナリにしようかな。うん、あ、でも好きなキャラで言ったらミコなんだよな。ミコにするか。流浪学章ミコ。締め剣。はいはいはい。ダメバフはまあそうね、流浪学章がね、全元素バフだったり、レアミコ熟知もダメバフに変わるしね。スコア。38.2 かな。羽が。熟知付きの 35.8、 攻撃時計の 35、 コップが雷バフの 21、 ゲンチャ冠が、うん、ちょっとゲンチャ高いね。無凸のミコは爆発もちゃんと強いです。ゲンチャあげるのはね、ある程度ゲンチャつくのはねあり。全然、あ、率ダメめっちゃ綺麗。あ、ヤミコ2凸やん、いいね。ヤミコ2凸どう、世界変わったでしょ。めっちゃ射程広がって、とにかく射程がでかいんよね。快適ないよな。いや、あ、いいと思います。1、10、10、なんかダメバフさえ漏れればもっと良くなるとは思ったな。あ、でも流浪学章でね、ダメバフも3分の2で伸びるし、あ、かなり攻撃力とダメバフと回心もあっていい巫女だな。あともう一人ナビアにしよう。武器、怒りのしるべナビア、初めて見た。え、ディシアの時の武器ガチャ引いたってことだな。ディシアの時の武器ガチャは、異界のしるべと、セナだっけ、その時。セキサ異界かな、はいはい。その時のガチャを引いたんだよな。そっか。もう異界のしるべマウント取れないんだ。あ、ティナリの狩人の道マウントとか、異界のしるべマウントがこれから取れなくなります。ちょっとショックで。ナビア2階はね、ちなみに合います。全然会心と攻撃上がるし。ナビア締め剣なんだ。 44.1、 羽が 20.2、 20.2 か、でも現地は悪くない。攻撃時計で14、現地はオップは岩バフで、うん、32.6、 冠が 35.8 か。結構締め剣多いね。だから武器と生物的にダメバフ漏れないから、ダメバフ漏るために、あの星4の地竜の剣引くか、で残響4セット。ナビアスコア低くても無理して組む価値あるぐらい強いんですよ。残響4スコア低くてもいいから、残響4セットちょっと無理して組むのは全然ありかな。そっちの方が強そうです。タミミさん、パルザン先輩とミコを見てほしいです。パルザン先輩見てほしい。これアタッカー型ちゃう。攻撃力1958、ジャックスイ来た、精錬5、アタッカー型パルザン来ちゃう。風剣闘士、はい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 。星座貫突やろ、うん、アタッカーファルザンは貫突でね、貫突も貫突で火力出していくとか、まあ、1突でプリズム2個とかが強い。うわ、トリプルクラウンだ。アタッカーファルザンガチ勢、
風剣同士見ていくか。こちら 40.4 ゲンチャいいですね。アタッカーファルザン爆発回さないとダメですから、ゲンチャちょろっとついてるの偉い。羽23.8 すいませんな、 7.84.8 34.0、 うん、これもゲンチャ意識してるね。そう、やっぱアタッカーファルザン爆発回さないとだから、ゲンチャちゃんと意識できてる。時計ゲン、あ、時計ゲンチャなんだ。お、時計ゲンチャで、弱水って攻撃力は高くないんですよ。542で弱水で時計ゲンチャで攻撃力1900、どういうことだ。なんか冠がもしかしたら攻撃かもね。これゲンチャ時計でスコア 43.6、 いいですね。コップが、あ、コップ攻撃なのね。なるほどね。 35.8 ゲンチャ、なるほど。コップでバランス取ってきた。冠は会心率ね。 31.5 ゲンチャ。いや、めっちゃゲンチャ意識してるね。花でもゲンチャ、羽でもゲンチャ、ゲンチャめっちゃある。時計はゲンチャ時計、コップもゲンチャ、冠もゲンチャ。すごいぞこれ。爆発すげえ。アタッカーファルザンだけどゲンチャ 200% あります。ファルザンの爆発意地でも回す。いや、そうなんよね。アタッカーファルザンはやっぱりゲンチャは、あ、まあ、サポートファルザンもそうなんだけど、まあ、ファルザン爆発回して、火力出していきたいん で貫突もしてるしな。いや、いいと思う。でも、ゲンチャめっちゃ意識できてて、ちょっと好感持ちました。率ダメも高いしね、攻撃力もあるしね。問題はダメバフあるかどうかなんだけど、そう、コップがさ、攻撃だからダメバフないんですよ。ただ、水力の影2セットで風 15%、風バフ 15%。で、弱水、これ、弱水貫突もでかいね。まあ、ダメバフ40もらえます。風2セット、水力2で15。弱水で40。これで55。で、さらに、ファルザンはね、爆発使うと風バフ30もらえます。これで85。まあ、いけるか。風バフ 85% あるし、まあ、もうちょいやってもいいんですけど、まあ、漏れてはいますね。だから、攻撃力も、1900はちゃんと稼いでて、で、率ダメもあって、ゲンチャがとにかく意識できてて、ダメバフもまあ85あるから、まあ、もっとなんか漏れ手段あるかな。フリーナとか、うん、になってくんのかな。いや、いいファルザンだと思うわ。ゲンチャ意識できてて、いいね。で、弱性もちゃんと噛み合ってるし、うん、いいと思います。あと、アタッカーファルザンはまあ一番合うのは確か当局かな。攻撃力も上がるし、スキルでと爆発の量もバフ入るし、うん。あの、貫突効果がスキル扱いだからね。まあでも全然いいな。めっちゃいい。弱性が噛み合ってた。2個。はい、見ていきましょう。攻撃力高いね。パグラ、セイレン、ゴー！セザワ？貫突！あ、バケモンです。貫突、ミコ。武器もカグラ持ってるミコはやばいんよ。あれ、あ、そうね。まあ、ミコは、剣闘士楽団とかや、全然ありですね。まあ、熟知で激活よくしてスキルバフにもなります。スコア高、43.6。姉が、42.8、現茶付き。時計は攻撃時計。八重美子はね、私も熟知時計より攻撃時計の方が好きだね。手軽さがいいからね。いちいち激化するのもめんどくさいし。28.7。コップが、コップ攻撃はね、ありだね、これ。うん、スコア、36.6。なんで攻撃とコップがありかっていうと、モチーフ武器で、八重美子モチーフ武器持たせるだけでね、もう自分のスキルに 96% のダメバフが入ります。まあ、貫突ってのもあるけど。もうこれだけで 96% バフはあるし、あと、熟知もね、ダメバフに、熟知80はダメバフ 12% に変換されますから、もうこの時点でダメバフ 108% あるんですよ。で、会心率、会心ダメージが100、200でしょ。綺麗すぎるな。やばいな、このミコ。冠スコア 39.1 でしょ。攻撃力2400ある。会心率、会心ダメージは100、200。ダメバフも、モチーフ武器貫突のおかげで 100% 超えてます。で、ゲンチャもあります。完璧だ。トリプルクラウン、素晴らしい。でファルザンもね、ゲンチャ意識してる方で、普段使い優先してると思うし、めっちゃいいな。日頃からファルザン使ってるのが伝わります。はい、ということで、タミミさん、リンさん、ホーリーさん、ありがとうございました。